空撮、コリマ山とネバドでコリマ山山頂にできた溶岩ドームから上がる噴気。コリマ山はメキシココリマ州にある活火山である。標高3850メートル。首都メキシコシティから西に500キロメートル離れた位置にある火山である。メキシコにある火山では最も活発とされ頻繁に噴火を起こす。山頂に溶岩ドームがあるのが特徴。 国際火山学地球内部科学会の防災10年火山に指定されていた。1573年から1903年までに12回噴火の記録があり、それ以降も噴火している。1806年の噴火では2000人もの死者が出た。現在もかなり活発で、噴火によっては火砕流を伴うことがある。2010から2011年。 1998から2008年、1994年、1991年、1988から90年、1987年、1985から86年、1983年、1977から82年、1975から76年、1973年、1965から70年、 1963から64年、1960から62年、1957から59年、1941年、1913から31年、1908から9年、1904から6年、1903年、1893から1902年、1891から92年、1890年、 1889から90年、1885から86年、1882から84年、1881年、1879から80年、1875から78年、1874年、1872から73年、1870から71年、1869年、1866から68年、 1819年、1818 18年、1806から9年、1804年、1795年、1771年、1770年、1749年、1743年、1690年、1622年、1611から13年、1606年、1590年、1585年、 1576年、1560年、ありがとうございます。